痩せたい、早く痩せたい、お腹も気になる、自分のお腹どうにかしたい、そういった方におすすめなフロップエルボークランチというのを紹介していきます。今回のエクササイズの特徴はお腹周りをしっかり鍛えることができて、なおかつ痩せ筋とも言われている背中を同時に使うことができるおすすめなエクササイズになります。今回はこれを一緒に30秒間頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで、首や腰が痛くなるから避けていた腹筋、ついつい好きなエクササイズばっかりやってしまって背中なんか鍛えてないよ、そういった方におすすめなやり方が分かってきます。最後まで一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの30秒でお腹と背中簡単に鍛える方法というのを紹介していきます。簡単にお腹を鍛えることができるんですけども、息をしっかり吐くことで腹横筋が鍛えられます。腹横筋が鍛えられるとお腹をへこませる力が身につきますから、立ってる時にお腹がへこみやすくなる、姿勢が良くなる、さらにお腹がへこんでくるっていうようなメリットがあります。そして背中、今回クランチを同時に背中を使っていくんですけども、背中を鍛えるメリットとしては、褐色脂肪細胞というのが体の背中の方にあると言われています。体の前側には脂肪を蓄える脂肪酸、体の背中側には脂肪を燃やしてくれる脂肪酸というのが集まってます。背中を鍛えるメリットというのはとても大きいので、今回お腹と背中同時に鍛えていきましょう。たった30秒なので皆さん頑張ることができると思います。今回は初級中級ありません、一種目だけです。頑張りましょう。それでは紹介します。フロッグクランチ、足を通常のクランチはこうやって上体を起こすんですけども、この時に腰が浮いてしまうとお腹よりも腰が痛くなりやすい、なので閉じた足を開くことによって股関節が開くので腰が床にね、自然とつきやすくなります。お尻を締めた状態を作れます。これで体を起こすとお腹にすごく効きやすいんですけど、今回同時に背中を使いますので肘をつきます。足は L の字から開く、足の裏を合わしておきます。腰を床につけておきます。この状態で肘を真横と体の間、45度の位置に肘をつきます。足はフロッグを作ります。この状態で肘で床を押します。こういう感じです。肘で床をしっかり押した時に、肩甲骨をしっかり寄せてください。胸を張る感じです。これを作りながら体を動かしていきます。この状態で肘を床について、こういう感じで肘で床を押して息をふぅといった感じで一回ずつ息を吐きます。ですが一回ずつ息を吐くときに一回ずつ寝ますから、お腹の力が緩んじゃいます。もっとお腹に効かせたいよって方はキープです。肘をついたまま体を起こして息を長く吐いて30秒キープしてください。これはレベルにお任せします。もし1回ずつ起きるときに首が疲れるよっていう方は、体を起こしてキープの方が首が楽です。ですがお腹は辛い、1回ずつ寝て体を起こす場合、1回ずつ背中を寄せますから、その方が背中は鍛えられます。これをお任せします。どれでもいいです。私は起きたまま30秒キープします。30秒キープする方は、できるだけ長く息を吐きます。10秒間ぐらい息を吐き続けて息を吸う。それを2回繰り返して。30秒頑張ってください。1回ずつ起きる方は1回ずつ息を吐きます。ペースは任せます。30秒間です。頑張りましょう。それではいきます。3、2、1、GO! 頑張っていきましょう。息しっかり吐いて、頭が上がると首が痛い、しっかり下向いて
一回ずつ寝る方はしっかり肘で押してください。股関節痛い方は少し閉じて頑張っていきましょう。あと少し、残り5秒、4、3、2、1、 OK。 お疲れ様でした。皆さんが一回ずつ起きるやつ、キープするやつ、頑張ってもらったと思います。どちらがきついかというと、まあ、もちろんお腹の力によるんで人それぞれではあるんですけども、お腹よりも背中を鍛える、脂肪燃焼効果が上がる、背中が気になるた場合はですね、一回ずつ寝て肘をしっかり横と縦の斜め45度しっかり肘を床を押してですね、背中を寄せながらクランチをしてみてください。今回たったの30秒でしたけども、もちろん時間を増やすのは OK です。回数もお任せします。ですが、やりすぎると首が痛くなることがあるんで、首の力が弱い方はですね、無理しない程度でやってみてください。もう一回いけるかなって思ってもう一回やってしまったがためにね、首が痛くなることがあるんで、まあ、6分7分ぐらいでやめて継続をしていくっていうのがおすすめかと思います。このフロッグクランチ、いろんな種類があるんですけども、もちろん腹筋メインで考えるならフロッグクランチ、エクササイズとして考えるならいろんな部位が鍛えられる、その方がお得なので、今回は腹筋と背中が同時に鍛えられるといったやり方になります。もちろんエクササイズに慣れてない方はですね、やはりいろんな部位がいっぺんに鍛えられる方が少しで済みますから、それを継続していってね、できるだけ一個ずつ鍛えていくようなレベルに合わせてもらえたら効果的かなと思います。今回たった30秒のフロッグエルボークランチでした。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行っております。説明欄にリンクを貼ってます。フォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。